ロベルト・ライヘル、ロベルト・ライヘル、ロバート・ライケル1971年6月25日台は、チェコのウースチー州リトビーノフ出身のアイスホッケー選手。チェコスロバキア一部リーグの HC リトビーノフでキャリアをスタートさせた。1989から1990年シーズン44試合に出場し41得点、37アシスト。 合計78ポイントを上げた。1989年の NHL ドラフト全体70位で、カルガリーフレームスに指名されて1990から1991年シーズンより加入した。最初の2シーズンは19得点、20得点であったが、続く2シーズンには40得点を上げ、1993から1994年シーズンに上げた93ポイントは、 チームトップであった。1994から1995年シーズンにロックアウトが行われた際にはドイツアイスホッケーリーガでプレーした。1995から96シーズンにはフレームスとの契約が不調でフランクフルトライオンズでプレーした。1996から1997年シーズン中トレードのデッドラインギリギリにニューヨークアイランダースに移籍した。 さらに1998から1999年シーズン終盤には、フェニックス雇用手図へ移籍した。1999から2000年シーズンより、フルスの HC リトビーノオフでプレー、2001から2002年シーズンより、トロントメープルリーフスでプレーした。NHL830 試合に出場し252得点、378アシスト。 合計630得点を挙げた。2004から2005年シーズンより、チェコエクストラリーグの HC、リトビーノフに復帰し、2009から2010年シーズンを、最後に現役を引退した。引退後同チームのヘッドコーチを務めていたが2011年1月22日に、辞任した。国際試合には1988年から1990年まで、 アイスホッケージュニア世界選手権に出場、ボビー・ホリック、ヤロミール・ヤーガーとのラインを組んで銅メダルを二度獲得した。1990年には19歳でシニアの代表入りを果たした。1996年にチェコスロバキアが世界選手権に優勝した際にはキャプテンを務め、オールスターファーストチームに選ばれている。1999年にもチェコは、 世界選手権で優勝したが、この時は所属するフェニックス雇用手図が、プレーオフに出場したため出場を辞退している。2000年、2001年の優勝時にもキャプテンを務めた。1998年の長野オリンピックでは、準決勝のカナダ代表戦のシュートアウトで、ドミニク・ハシェックが相手の5人のシュートを防いだのに対して、パトリック・ロワから唯一得点。 決勝のロシア戦でもその試合唯一の得点を挙げて、金メダル獲得に貢献した。2002年のソルトレイクシティオリンピックにも、出場を5位になった。最後の代表での試合となった、2004年のアイスホッケーワールドカップでもキャプテンを務めたが、当時トロントメープルリーフスに所属していた、彼は準決勝で、トロントのエアカナダセンターでカナダと対戦したことを一番の思い出と語っている。 2011年8月、チェコスロバキアの16歳以下代表のヘッドコーチに就任した。2001年の世界選手権優勝時に国際アイスホッケー連盟会長のルネ・ファゼルにシャンパンシャワーを行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。